こんにちは、杉浦です。今回はですね、ウィズコロナの健康住宅っていうテーマでお話したいと思います。よろしくお願いいたします。この1年ですね、新型コロナウイルスでまあまあ皆さん大変な目にあったと思うんですけども、ああいったですねことがあった中で、これからのまあこの健康住宅ってちょっと今までと違った視点で考えていかなきゃいけないなと思ったと思います。私が見る中でまあちょっとキーになるポイントがあると思ってまして、それがまあ玄関とあと手洗いと、まあ、換気と暖かいっていうことになると思ってます。で、玄関ってまずなんでなんやねんっていうことなんですけども、ああいうウイルスのですね感染を防ぐためにとても大切なことって、まあ、感染しない状況を作るっていうことだと思うんですね。それはどういうことかというと、まあ帰ってきた人が家の中にウイルスを持ち込まないっていうことは、まあ、結構大切かなと思ってまして、ですから、まあ、衣類なんかをですね玄関でちょっと脱いでですねかけれるようにするとかっていうことが、まあ、ものすごく大切なんかなって思ってます。で、まあ、できればですね玄関でちょっとこうアルコールなんかで消毒できたりとかすれば、まあ、家の中にですねあのウイルスを持ち込んでくるっていうこともかなり減らせると思います。で、次の手洗いなんですけども、これもまあ玄関にセットでついてるといいんじゃないかなと思ってて、まあ、手洗いとあとまあ消毒ですよねができる場所があれば、まあベストなのかなと思って、玄関から入ってきて、まあ帽子だったりコートだったり上着なんかを脱いだ上で、あとまあ玄関ですね手を洗って消毒して家の中に入ってくれば、まあ極力ですね、まあこれがインフルエンザであっても新型コロナであっても、またあの変異型の新型コロナであっても何か菌などであっても、まあ一緒じゃないかなと思うんですね。ですから日本の住宅って本当によくできてて、まあ世界でも家の中へ靴脱いだりして上がる習慣ってまあ日本ぐらいなんですかね。だから日本のその生活習慣って本当によくできてて、すごく感染症対策を意識した生活習慣っていうのになっているっていうお話も聞きましたし、その通りだなって私は思いましたね。でもちょっと話しとれたんですけど、で次が換気なんですけど、今回の新型コロナの感染でもうすごくポイントだったのはこの換気っていうのもあるんですね。でウイルスってものすごく小さいので、空気が乾燥してるとその空気によってふわっと飛んでってしまうらしいんですね。で、そのふわっと飛んでったウイルスの塊なんかをが口の中に入って、まあ一番いけないのは肺に入ると、まあやっぱり重症化する可能性がすごい高いらしいんですけど、そういうことが、まあ換気がですね、ちゃんとされてると結構リスクが減らせるんじゃないかなって思ってます。実際にあのコロナのですね、専用の病棟なんかは換気がものすごくしっかりした構造になってまして、あの住宅なんかと一緒の第三種換気で、その三種換気なんですけども、部屋の中の空気が外へ漏れることがないように、部屋の中が陰圧になってて、ほんでその外から空気が入ってきても中から外へは漏れないっていう状況になってまして、で今度そのまあ換気扇で外へ出すんですけども、そこになんかそのヘパフィルターっていうんですかね、すごく高性能のフィルターがあって、そこであのしっかりウイルスをキャッチしてですね、そこから外へ漏れないような構造になってるそうです。ですからやっぱりその換気がしっかりされてると、まあ例えば家の中に誰か持って入ったとしても、ほんでまあこう喋ってる時とかに飛んだりするらしいんですけど、でも飛んだもんもまあ換気がされてれば、換気がされてないよりもですね全然こう感染のリスクが下がるっていうことになるそうです。ですからまあ換気はすごく大切だなっていうことですね。であと最後にこの暖かいっていうことなんですけども、これもすごい重要で、実はコロナウイルスでもインフルエンザウイルスでもそうなんですけども、人間のその基礎免疫力っていうか、その免疫の能力がですね高いと、実は感染者としても発病しない場合っていうのはものすごく多いらしいんですね。でその発病しない免疫能力の高い状態がどういう状態なのかっていうと、やっぱり体温が高い状態です。だから日頃からまあよく運動してたりとか、日に当たってたりとか、あとまあこう体がね冷えない状況を作れてる人っていうのは、
免疫能力っていうのはすごく高いので、そのこういうコロナウイルスとかインフルエンザウイルスとかにこう、まあ、感染したとしても、まあ、発病まで至らないらしいんですね。だからその人間の免疫能力を高めるっていう意味でも、この温かいっていうことがすごく大切で、まあ、温かいっていうことと、まあ、人間の体を冷やさないっていうことがとても重要になってくるんですね。ですからこれからこのウィズコロナ時代の健康住宅っていうと、この玄関、手洗い、換気、温かい、ここをですねしっかりウィズコロナ用にですね対策できるように考えていただくと、コロナもそうですしインフルエンザの対策にもなるのではないかなと思っております。ですからこれからですね、まあリフォームですとか新築ですとかお考えの方は、ちょっとこの辺考えてプランしてもらったらいかがかなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。